あら、皆さんこんにちは。前回の動画では東京ベイ東急ホテル、こちらに泊まってきました。一日中何もせずにここで読書したいですね。今回はパーク一周です。今回の動画最後まで見ていきますと、ディズニーランドのパーク一周、9月3連休9月24日土曜日夕方16時の混雑状況、どれぐらい混んでるのか、キャラクターに会えるのか、ペニーアーケードで UFO キャッチャー撮れるのか、こちらが分からなったので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。明日のパンツはこちら。本日は9月の3連休中日24日土曜日です。現在時刻16時、これからディズニーランドハロウィンのパークを一周して混雑状況などを見ていきたいと思います。今年ハロウィンの期間中にディズニーランドに来たのは初めてです。楽しみですね。美女がいました。非常に素敵な笑顔です。お友達の皆さんこんにちは。安全なため安全するとは2メートルほどのこちらにも美女がいました。僕の髪の毛の色と同じですね。嘘です。またまた美女がいました。今日一緒に帰りたいですね。それでは3連休のディズニーランドの様子歩いて見ていきます。現在時刻16時10分、ワールドバザールはたくさんの人で賑わっています。ワールドバザールを抜けました。本日の天候は曇り、このまま左方向に進んでいきたいと思います。こちらはカリブの海賊です。カリブの海賊は現在休止中、期間は来年の4月7日までです。ちなみにカリブの海賊のお隣ブルーバイユレストランも同じく4月の7日までお休み。早く食べたいですね。こちらはカリブの海賊の正面にあるお店、ザ・ガゼーボです。ザ・ガゼーボ・ビー。ガゼーボでは、骨付きソーセージとビールが売っています。お酒を一杯やりたいときは、こちらのザ・ガゼーボがおすすめです。それではアドベンチャーランドの方に歩いていきます。こちらはジャングルクルーズです。ジャングルクルーズの現在の待ち時間は25分です。ジャングルクルーズのお隣、こちらはウエスタンリバー鉄道です。ウエスタンリバー鉄道の待ち時間は10分、割とすぐに乗れちゃいます。こちらはスイスファミリーツリーハウス、木をどんどん上に上がっていけるアトラクション、ただ現在は休止中です。再開は未定となっております。それでは続きましてウエスタンランドの方に向かいます。こちらはレストラン、ハングリービアレストランです。カレーが美味しいお店、現在待ち時間は20分以下となっております。続いてやってきたのはこちら、ビッグサンダーマウンテンです。ビッグサンダーマウンテンの待ち時間少し混んでおりまして、現在40分待ちとなっております。イケメンがいました。顔つきが変わりましたね。美女もいました。こっちも顔つきが変わりましたね。それでは続いてクリッターカントリーの方へ歩いていきます。続いてやってきたのはこちら、蒸気船マーク・トウェイン号です。アメリカ側を一周できるこちらのアトラクション、現在の待ち時間は5分です。続いてスプラッシュマウンテン、スプラッシュマウンテンの待ち時間は現在55分です。ディズニーランドのパーク一周、ようやく半分ぐらい歩いてきました。健脚ですね。
こちらはホーンテッドマンションです。現在ホーンテッドマンションではホリデーナイトメアが開催されております。こちらのホリデーナイトメアは来年の1月4日まで開催、10月31日まではスタンバイパスの対象となります。現在の時間帯、スタンバイパスを持っていないとこちらのホーンテッドマンションは乗ることができません。乗るにはスタンバイパスが必要です。続いて白雪姫です。僕がディズニーランドで一番怖いと思うアトラクション、現在の待ち時間は20分です。こちらはフィルハーマジックです。ミッキーのフィルハーマジック、9月の15日からリニューアルされてリメンバーミーのシーンが追加されています。早く見てみたいですね。続いてやってきたのはこちら、 It's a small world です。 It's a small world cup、 現在の待ち時間は10分です。こちらはピノキオです。個人的に大好きなアトラクション、ゼペットじいさんは現在10分待ちです。今度はこちら、プーさんのハニーハントです。現在システム調整でプーさんは運営中止となっております。蜂蜜取れないですね。イオンで買ってきてプレゼントしてあげたいです。続いてやってきたのはトゥーンタウンです。こちらはミニーのスタイルスタジオ、ミニーちゃんの待ち時間現在40分待ちです。トゥーンタウンの壁部分にはハロウィンの絵が描かれています。皆さんここで写真を撮っています。こちらはロジャーラビットのカートゥーンスピンです。酔いやすい僕でも乗れるアトラクション、カートゥーンスピンの待ち時間は現在30分となっております。続いては美女と野獣のエリアです。ベルー、こちらはガストンさんです。胸板が半端ないですね。僕の胸板の8倍ぐらいあります。美女と野獣のエリアにあるこちらのお店、ルフーズです。こちらではチュロスを買うことができます。待ち時間は20分以下となっております。ルフーズで買えるチュロスはアップルキャラメル味のチュロス、1本500円です。美味しくてとてもおすすめです。こちらは美女と野獣魔法の物語です。ディズニープレミアアクセス対象のアトラクション、ディズニープレミアアクセスはもう売り切れ、現在の待ち時間は90分となっております。こちらはスペースマウンテン、スペースマウンテンの周りにもフェンスが建てられています。スペースマウンテンも現在運営中止中、再開は11月の19日の予定です。続いてやってきたのはこちら、富士フイルムです。現在の待ち時間は35分となっております。今度はこちらのレストラン、僕のお気に入りのレストランの一つでパンギャラクティックピザポートです。こちらではピザなどの軽食を食べることができます。小腹が空いた時などに非常におすすめのレストランです。待ち時間は20分以下となっています。こちらはスターツアーズ、勝手にスパイ容疑にされるアトラクション、待ち時間は15分です。15分待てば宇宙に行けます。こちらはモンスターズインクです。待ち時間は35分です。ワールドバザードに帰ってきました。こちらはリフレッシュメントコーナー、こちらでも軽食を買うことができます。待ち時間は20分以下です。最後にやってきたのはこちら、ペニーアーケードです。今日はこちらで UFO キャッチャーに挑戦したいと思います。今回挑戦するのはこちらの UFO キャッチャーです。動物たちがいますね。お猿やパンダ、コアラなどが入っています。今回僕が特に欲しいのはこちらのお猿さんです。早速お金をぶち込んで挑戦したいと思います。はい、ということで今回はディズニーランドのパーク一周、9月3連休、9月24日土曜日夕方16時の混雑状況、どれぐらい混んでるのか、キャラクターに会えるのか、ペニーアーケードで UFO キャッチャー撮れるのか、こちらをご紹介してきました。パークでは美女4名、さらにイケメンに舞うことができました。ペニーアーケードの UFO キャッチャー残念ながら撮ることはできませんでしたが、また次回挑戦したいと思います。 UFO キャッチャーは掴めませんでしたが、ペニーアーケードのグランマ、彼女のハートは掴んでる自負があります。は？
今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。これからディズニーシー、間違えました。それでは続きまして、アドベンチ、こちらはホリデー。続いてやってきたのは、ゼペットチーさんは全、僕の胸板の7倍ぐらいがあり、アップルキャラメルチロズの、あ、こちらではピザなどのペ、こちらではピザなどの教室、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。YouTube 以外にも、音声配信、ボビーのレディオ、ブログ記事、ボビーのノートメンバーシップ、ボビーのオンラインショップ、これらもやっておりますので、ぜひ概要欄をご確認いただけると嬉しいです。それでは最後にじゃんけんしましょう。最初はグー、じゃんけん、ポン、僕はパーを出しました。負けた人は明日 UFO キャッチャーにトライしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。